アルセロールはルクセンブルクに本社を置く鉄鋼メーカーである。2006年にミッタルスチールによる敵対的買収によりアルセロールミッタルになっている。ユーロネクストのコードはロールを使っていた。素行生産は4650万トン以上とヨーロッパでは圧倒的な作用手で世界でもオランダのミッタルスチールに次ぐ2位であった。 自動車用などの薄いタルイに強いフランスのユジノールと上高類を主力製品としていたルクセンブルクのアーベットが統合したことで幅広い品種において欧州で大きなシェアを持つようになった。主力工場は西欧圏にある。他の主要な拠点としてはアルセロールブラジルやカナダのドファスコなどを子会社としている。鉄鋼不況期の2001年にユジノール、アセラリア、 アーベットの三者が合併し発足した。戦前、アーベットは200家族のシュナイダー一族と合弁でゲルゼンキルヒエン工業を買収していた。ユジノールの母体であるバンデルシデロールの建設及び関連部門はポンタムスソンに独占されていた。2006年にミッタルスチールがアルセロールに対し敵対的買収を仕掛け、 買収額269億ユーロで全体の4割に当たる個人株主の持ち株を取得し、同年6月25日に合併新会社、アルセロール・ミッタルとなった。正式な会社統合は2007年夏の予定としていたが、2006年8月にはアルセロールとミッタルスチール両社の経営陣は統一され、実質的には経営統合されている。合併から3年間は、 両者の共同経営とする取り決めがあったにもかかわらず、11月には CEO をはじめとした旧アルセロール出身役員は解任され、ラクシミー・ミッタルが全権を掌握した。同時に Web2.0 テクノロジーを用いた WebTV とブログの公開を開始。新ブランドの発表会も配信されている。日本製鉄とは前身の一つであるユジノール時代に、 自動車用超高密度高超力広範、配点に関する技術提携契約を結んでおり、アルセロール発足後も提携は維持されている。この契約により、日本製鉄はアルセロールを通じて、欧州の日系自動車メーカーに配点を供給できる体制を確立している。中国では、日本製鉄や中国鉄鋼最大手の宝山鋼鉄と合弁で、 自動車用鋼板の生産工場を展開している。ありがとうございます。